Welcome to Gundam Line、 どうもしみです。さあ来ましたよ、量産型ニューガンダムのフィンファンネル装備仕様ですね。コスト360サイクルレイン、サイクルレイン持ってるんですね。これはあいつが持ってると一緒ですね。ササビ、歩行速度と武器切り替え時間短縮と移動射撃時の反動、着地後の反動を軽減するという非常にですね高性能の専用モジュールです。だからサザビーのミラーみたいなとこなのかな。コスト20下がったね。最高速度が非常に速いですね。1238となってますが、これ武器が少なめまあ見てみましょうかね。非常にスペックはいいですね。アーマーが、まあアーマーがそれでも高いですね。低いわけではない、シルドを考えれば。ロックオンがまあまあ普通か。高出力型背面側ですかね。背面側だと思っているんですけども、背面側の F 型って感じでしょうか。まあハンマーアーマーが持つものとほぼ一緒で、ビームスプレーガンの走射型、ビーム式ですね。 H 型持ってますね。これはガーベラティトラカイと同じでしょう、おそらく。ハイメガと走射型と、はい、ミムサメル終わり。あ、バズーカが攻撃力版ですね。なんか F で1万3000って非常に高いですね。なんかやったら高いですね。なんかどん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 インフレしてきますな。コスト360でね、まあ弾数2発と少ないですけどもしかも相方持ってるし、ダウンポイント高い。なんかね、どんどんインフレしてきますな。スツルムファウストは愛なのに、なんかもう完全に補給家でしょ。スツルムファウストの立場が立つせないですね。で、フィンファンネル、まあ、これは普通のですね、ファンネルですね。武装がかなり少ないので、まあ、背面側外さないとして、背面側正射式、まあ、格闘はないか。ガーベラテトラ回だとビームからチャージロンビから正射式で、その後まあバルカンみたいなのがあるんですけど、ガトリンガン、こいつの場合は2発しかついない、高出力型からビームスプレーシャー走射までしかないので、その後の方がまあファンネルかバズーカかっていう形になってくるので、まあある意味バズーカ格闘もできなくはないですよね。バズーカ格闘として特化してやるのも、まあ、バズーカ格闘ファンネルとか、バズーカ格闘走射式とか、背面が持たないという形も一つ選択肢としてあってもいいかなっていう。なぜ重いからね。いや、わかるんですよ。わかるんですよ。もう当然今近づく気力、このデカさで近づくのが難しいっていうのが実際のところなんで、まあこれ打ってこれ打って、あとファンネルかなっていう感じなんでしょうかね。バズーカは威力高くても弾持ち悪いし、まあ多分そんな感じでしょうね。基本はファンネルになると思います。ちょっと武装の幅がないんで、バルカン系のがないので、その辺ですね、追撃性能とかが難しいかなという気はしましたが、どうでしょう。ネロダウンゲージがレベル2ですね。ね、コンバットチューニング、コンカスレベル5とほぼ同等です。ただし出力制限がないので、出力制御がないので、出力制御を入れないとブーストの消費量が多いよというのがユーマライトニングでした。こいつはユーマライトニングのミラーなんじゃないかと言われている機体ですね。ただしユーマライトニングはアーマーがですね2000ぐらい、2000ないんです、1800しかないんですけれども、ネロはこいつはシールドを持ってない関係で2700と非常に高いですね。ユーマライトニングはそのアーマーの低さがですねネックとなってですね、なかなかですね投与しづらいというのがあるんですけども、こいつはその分ですねアーマーが高くなってます。その代わりあいつはミサイルランチを持っているんですけども、こいつは一切持ってないので、武器がですね武器が3通りしかねビームライフルとビームサーベルとグレネード試作型、だからまあその辺オミットされているという感じですね。アーマーが高いんだけど本当に格闘しかねえじゃんみたいな、いう感じなんで、もう癖の塊ですね。もうここから見るにして癖ですね。まあ、ビームライフル
あっちは内蔵式のですねラッツリバー3連マシンガンを持ってるんですけど、こいつはそんなもんないっす。いやこんなねはっきり言うんですけど、ここまで尖った機体ってあんまり連邦ってそんなにいないので、尖った機体って受け入れられる、ジオンだと結構受け入れられたりするんですけど、まあ、これがどこまで受け入れられるのか僕はちょっと楽しみですね。連邦機体ってどっちかっていうとなんだかんだ言ってそれなりに中距離からそつなく戦える機体が、いや万能型の方が受けるんですよ。企業貧乏じゃないですけど八方美人の方が受けるんですよ。なんかジオンはなんかもうこれっていうなんか癖のある機体っていうのがあるんですけど、こいつはもう癖しかないですね。どう考えても癖しかないんで、それが果たしてどこまで連邦で受けるのかっていうのがちょっと楽しみではあるんですけど、癖しかないです。で格闘は3連式ですね。相手はダウンしません。まあもう切り替えられるんですけど B タイプはダウンします。なので3連式でダメージが1倍2倍3倍となっていって高速なんで、マップによっては非常に使いやすいと思います。ただ敵コロの3とかでやるとこっちは切るのは早いけれども、相手の格闘に勝ち合っちゃうと一方的にこっちがダウン取られるということが起こるので、こっちはダウンできないですからね。そういった時に結構格闘機同士の戦いにはあんまり得意でもないです。まあ先手取れればいいんで、まあその代わりですね、先手取っちゃえば勝ちっていう感じではあるんですけども。まあそんな感じですね。僕はこれは、ちょっと回すの躊躇する感じですけど、いや、いいかなっていう。いや、こいつはね、ありだと思いますよ。ありだと思いますけど、多分、その、ゼータ、同じコースにゼータガンダム3号機がいて、ゲルビから、バルカンね、2連バルカンと、まあ、腕のガトリングボンボンボンっていうので、まあ、そこまで撃破で持っていける関係なので、こいつはハンマーもそれができる、背面側からやれる、こいつはそれができないっぽいんで、ビーム相当近づかないとダメじゃないですか。まあ、ファンネルを持ってるっていうのが点ではあるんですけど、ファンネルを持ってる関係でこいつでかいんですよね、フォルムがね。だからちょっと正直ですね、ちょっと厳しいかなっていう、かなり前に出る機体になってくると思うんですけど、本当にでかいと瞬殺されるゲームなんで、その辺ダウンケージ3でもですね結構きついんじゃないかなという気はします。こいつはユーマライトニングよりは戦いやすいとは思います。ユーマライトニングは本当にアーマーの関係で前に出れないんですよ、なのでこいつは尖った、もう本当にそれしかできないですけど、そういう機体なんで、格闘好きはですね、やってみるといいかもしれないですね。僕は、ちょっと、チケットの関係で、そんな感じで第一印象でございました。まあ、なんだかんだ言って、ポテンシャル、癖があるっていうのは面白いところではあるので、使いこなしてみるとですね、かなり、まあ、状況によっては、特に、召喚戦場ではユーマはやっぱアーマーが低すぎて厳しいですけど、それ以下の戦場とかそのプレッシャーですね、弾幕とかが薄い中ではかなりネロとかは厄介、ネロとかユーマっていうのは戦いやすくなってくるので、その階級によっては印象がだいぶ変わってくるのかなというそんな期待ですね。そんな感じでございました。第一印象をやってみました。デラックスガチャ54いかがだったでしょうか。乳がんはフォルム結構好きだから欲しいっちゃ欲しいんですけど、ちょっと連邦全然プレイしていないので今回はちょっと様子見させていただきます。そんな感じでございました。それじゃあまた次回シルビちゃんでお会いしましょう。シルビでした。